モリー先生との火曜日は、アメリカのジャーナリストのミッチアルボムによって書かれたノンフィクションである。難病 ALS に侵されたモリー・シュワルツ教授が、死を前にして、かつての教え子であるミッチに送った最後の授業を記録したもので、1997年にアメリカで出版されベストセラーとなった。2000年、ニューヨーク・タイムズによるノンフィクションベストセラーの一つに選ばれた。 2007年、出版10周年を記念して、アルボムが書いた後書きが掲載された審判が発売された。新聞コラムニストのミッチアルボームは、辻縮性即作効果症により、死を目前にしている、ブランダイス大学の78歳の社会学教授、モリー・シュワルツとの日々を象述する。シュワルツ教授の元生徒である、アルボムは卒業後16年間教授と連絡を、 撮っていなかった。最初の3章は、アルボムとシュワルツの最後の会話への導入、アルボムの卒業の回想卒業から教授と再会するまでの経緯などが描かれている。アルボムは、子供の頃の将来の夢はピアニストであったが、デトロイトフリープレスのスポーツコラムニストとして成功していた。ナイトラインで、シュワルツのことが取り上げられているのを見て、アルボムがシュワルツに電話してみると、 シュワルツは16年経っているにもかかわらず元生徒のアルボムのことを覚えていた。アルボムはミシガン州からマサチューセッツ州までシュワルツに会いに行きたい衝動に駆られる。新聞社はアルボムがシュワルツに会えるよう毎週火曜日に休暇を与えた。この本は彼らの14回の面会をもとにシュワルツから受けた補修、人生経験、回想、そして現在のことが描かれている。 シュワルツとアルボムの会話の背景には容認、コミュニケーション、愛、価値、寛容、幸福がある。アルボムはメディアが煽る死への興味、嫌を暴力や絶望など大衆文化の反乱を超えて自身の文化を構築することが重要であると強調する。WHO 伝の死を引用し、シュワルツは互いを愛さなければ滅びると主張する。シュワルツとの面会により、 アルボムは変わっていく。アルボムはシュワルツに会いに行くたびに生と健康の象徴である食べ物を持参していた。これはアルボムが苦しむシュワルツに対してできるせめてものことであった。シュワルツの様態が悪化するとシュワルツが研究していたハイビスカスも同様に朽ちてくる。これは人生の奇跡を表している。シュワルツは 最後の幸福を象徴し、死と睡眠は同じようなものという格言を繰り返す。いずれも別宮提督役 NHK 出版館。2018年には観光20周年を記念し、著者、役者の新たな後書きを加えた愛蔵版が発売された。英語のままの著者による朗読のオーディオブック CD4 枚組が2004年6月1日に発売。 日本語訳の愛憎版のオーディオブックがデータ配信にて岩渕都知事の朗読で2019年3月15日からオーディブル2020年12月25日から AUDIOBOOK.JP にて発売2007年に NHKFM で音楽朗読劇という形で放送された2008年に音楽朗読音楽劇として 東京文化会館賞ーホールで上演された。2010年に再演。2012年には関西公演、東京再再演が行われた。ありがとうございます。